大西洋の世紀からアジア太平洋の世紀へ、産業革命以来の世界の構図が変わり、世界の歴史の重心が大きく移りゆく時代を私たちは生きています。歴史の変動期には常にチャンスとリスクが交錯します。アジア太平洋の世紀がもたらすチャンス、それは言うまでもなく世界の成長センターとしてこれからの世界経済の発展を牽引していくのがこの地域であるということであります。アジア太平洋の世紀がはらむリスク、それは既存の秩序が変動する過程で地域の不安定さが増し、安全保障の先行きが不透明になっていることです。我が国は幸いにしてアジアにも太平洋にも軸足を持っている海洋国家です。これからの歴史の重心に位置するという地政学的な恵みを最大限に生かし、アジア太平洋地域が安定と繁栄を享受できるように貢献していかなければなりません。私はアジア太平洋地域の安定と繁栄を実現するため、日米同盟を基軸としつつ、幅広い国や地域が参加する枠組みを活用しながら、この地域の秩序とルール作りに主体的な役割を果たしていくことが、我が国の外交の基本であると考えます。我が国は多様性あふれるアジア太平洋地域において、共通の原則や具体的なルールを率先して提案し、志を同じくする国と手を携えながら、地域の安定と繁栄に向けて戦力的に対応していきます。まずはアジア太平洋自由貿易圏、いわゆるFTAP構想の実現を主導し、高いレベルの経済連携を通じて、自由な貿易投資のルール作りを指導することが、こうした戦略的な対応の先駆けです。日韓日豪交渉を推進し、日中韓や ASEAN を中心とした広域経済連携の早期交渉開始を目指すとともに、環太平洋パートナーシップ協定、いわゆる TPP 協定への交渉参加に向けた関係国との協議を進めていきます。併せて日 EU の早期交渉開始を目指します。